はい、皆さん、明けましておめでとうございます。今日はですね、久々の動画で、漫画倉庫、福岡の漫画倉庫ね、でこれをね買ってきました。新春激ヤバパック、MVP 必ず入っています。オールタイムレジェンド、カーレジェンドが5枚に、WBE が2枚、計7枚という、まあ多分計8枚だと思うんだけど、書き間違えと思うんだけど、8枚入ってるということで、早速ね開けてみますね。これ、まあね、ちょっとね、まあ500人突破してプレゼント企画ちょっと考え中で、まだ構成がねちょっとね迷ってるんですよね。なんでね、近々ね、本当に、まあ遅くなったお詫びというか、まあ、ちょっと豪華にしようかなと思ってます。まずこれこう開け、あれなんか見えた。ちょっと待ってよ、裏からの方で、ちょっと待ってよ。じゃあ一個ずつね、こちらレジェンドか、レーマン、ミランのレーマンですね。0203のレーマンですね、これ。はい、次2枚目ジーコ0203ジーコかな、0203ジーコで、オールタイムレジェンドジーコ。次が1213エクストラかな、のレジェンド、オールタイムレジェンドになるのかな、オールタイムレジェンドのリバウト。次これは1011かな、1011シリーズのオールタイムレジェンド、スティーブ・マクマナン、マクナママン、マク言えてない、マクマナマンね、マクナマナ、これ初めて見た。次ウーベロスラー、マンチェスターシーのウーベロスラー、これ1011のオールタイムレジェンド、ウーベロスラーで、これ5、これで今一応5枚で、オールタイムレジェンド、レジェンド5枚で、これでこれは終了と。次か、あと3枚か、これは989か、89の、WBE の、スティーブン・ジェラード、レーザーキャノン、スティーブン・ジェラード、次、89です、同じく89のフィリップ・ラーム、アウトバーンのフィリップ・ラームですね。でこれで最後 MVP が入ってるのかな、この MVP が3800円なんで、まあ元取れるのかな、これで。なんでしょう、これは。おっ、もう、この、これは、あー、なるほどね。なるほど。56の EMVP のロナウジーノね。クアウテックマジコ。クアウテックマジコのロナウジーノ。これ多分2000円ぐらいすんのかな。2500円ぐらいすんのかな。2000円ぐらいかな。いや、ちょっと待てよ。まあ、今日、まあ、ロナウジーノ系は、クラックかな、あれ、なんだったかな。のロナウジーノは持ってるんだけど、これは持ってなかったから、まあ、いいとしますけど、まあ、今日、これは、まあ、EMVB のロナウジーノに、フィリップ・ラームですね、WB のフィリップ・ラーム、同じく WB。これスティーブン・ジェラードですね。89ですね。で、レジェンドのレーマン。
とオールタイムのジーコ、オールタイムのディーバウドで、スティーブ・マクマナーマン、これオールタイム人にウーベロスラー、これは行ってないな、3800円行ってるかなということでね、次回こそはねプレゼント企画、まあそうね、デックレ君とかね、N ニラさんとか、まあいろんな方がプレゼント企画してるっていうことで、ちょっとね新年も明けたんで、まあ次回ねやっていこうかなと思っております。それではまた。